はいどうもファンネルです。スーパーマリオ RPG 続きをやっていきたいと思います。ちょっとね、次のステージが実はバーレル火山だけなんですけども、その前に、マリオの最強装備ちょっと入手しましょう。じゃあちょっと今から、入手していきます。ここに何やらね、不思議な見えない道があるんですけど、この先で、あらあらあら、見つかっちゃった。どうしよう。この肥料をあげるから見逃して。肥料を手に入れた。はい、ありがとうございます。とこれまだいけんだっけ。もういけないよね。でこの肥料をもらって、あと私多分前回の動画だったかで種を入手してるんですよね、これ。でこの2つがあれば、地図から、ローズタウンですね、ローズタウンの方に行って、ローズタウンの奥にある家にまず向かいましょう。さあここでございますね。話していきます。私は園芸家のプランター。そこのでっかい植木鉢にぴったりの素晴らしい木を求めているのだ。この世界のどこかによく育つ種とよく育つ肥料というものがあると言われているのだが、なかなか見つからないもんだね。お、なんとそれは伝説の、ちょっと早口。なんかいっぱい言ってるな。すごい興奮しますよこれ。めっちゃ早口で言ってそうってやつですね。パターン。なんじゃ、いい年して落ち着きのない男じゃの。どっちがということだ。その種を譲ってはくれんかね。譲る。おお、ついに探し求め続けた種が手に入った。嬉しい嬉しい。信じられん。それはこの肥料だね。いろいろ言っておりますが、まあ動画ならね、ストップすれば何言ってるか後で見返せますんで。マリオ2回目しつこいね、チミモン。ということだ。その肥料を譲ってはくれんかね。いいよ。おお、これで私が長年探し求めてきた種と肥料が揃った。早速植えてみよう。お水は大丈夫？種を植えてみたぞい。肥料を与えたぞい。何も起こらんの。お、伸びた伸びた。わ、ワンダホー。素晴らしい。ついに私の長年の夢が今ここに実現。あ、テンション上がってんな。落ち着け落ち着け。長いなぁ。つまりとっても嬉しい。そういうこと。うん。そこまでやるとちょっと大げさ出ないかい。はい、ありがとうね。満足満足。これで煙突の方から行けるんで、さあ登っていきましょう。じゃあ入手しましょうか。2つありますね。肥満パタコーラを手に入れた。肥満パタコーラを手に入れた。片方は、防具なんですよね確か。でまず、肥満パタコーラを、はい、これ攻撃で、でまあスーパージャンパーより強いってことはないんだけど、肥満パタコーラあります。まあ防御はすげえ高いのか。全員装備できんだっけこれ。あ、装備できますね。だからピーチとかは攻撃しないからとか考えると、これでもいいのかもしれないね、肥満パタコーラでもね。まあまあまあ、ちょっと考えていきましょう。ではでは、マリオの最強装備入手でございます。やったぜ。いや、もうこれで向かうところ敵なしだと思います。じゃあ行きますか、バーレル火山ね。バーレル火山行きます。そっから落ちんのね。地図で移動してもこうなると。さあ行きます。これメットは戦ってんだっけ。メットっていうかゴツゴツ野郎。とりあえず進んじゃうね。カロンがいるね。カロンはちょっと一回戦うか。あ、ウニ兵。ウニ兵は知らんな。メグメットって書いてあった今これ。でかっ。あらららららら、消し飛んだな。G の防御。何考えてるのマロ。じゃん。うまいと思うなら食え。大人だよお前さんは。
よいしょ。いや痛い。攻撃力やっぱ高えな。肥満パタコーラもやばいけどね。さあ経験値チャレンジしときましょうか。どれでしょうか。真ん中でしょう。さあ進んでいきましょう。マロがちょっとダメージ食らっちゃったけど、フラワーゲット。これは一応まだ隠し宝箱はありませんな。よいしょ。さあどんどん進んでいて、お、スターだ。いけー。これ戻った方がいいのかな。どうすんか今の音は。これなんだ、なんか飛んでった。何だったの今倒したの。私は何を倒しちゃったんだろうか。メグメット、あーちまって見たいんだよな、あの何考えてるので。何考えてるの。じゃん50。僕を叩くと幸せになれるよ。本当に？それってラッキーが出るってことなのかな。よっ、うん、何が幸せなんだろうか。カタクナールが出るのは嬉しいけど。おっと、なんだ、狙ってきてんな。あ、バーレルコングだって。バーレルコング、ボブル。ボブルは倒したことないんだっけ。ワンスアゲイン、いいか、倒しちゃうか。よっ、強えな、バーレルコング。肘シュート。さあ進んでいきます。なんであんなとこにカエルコインあんだろうな。なんかで、いけんのかなあれ。追っかけてくる。追っかけてくる。よっ。待てよ、ボブル。よし。ワンスアゲイン。どうしようかな、ボブル倒しちゃうか。これで何考え、おお、ワンスアゲイン出まくる。なんで。ジーノのなんか肘ショットめっちゃ強いんだけど、なんでだろう、こんな強かったっけ。さてやっちまった。ボブル君一体ずつ確実に潰す。これで何考えてるのを使いましょう。じゃん、ゴーゴー。熱そうだね、あれ。こいつ素早さ遅いのかな。熱い。早い早い。あ、しまった、またジューってなっちゃうじゃんこれ。よっ、バーレルコングは残しておきたいけど、ワンスアゲインが出ちゃうと倒しちゃう可能性が高い。あの火のやつはワンスアゲイン結構出すね。よし、落ちるよこれ。くそ、ああ、よいしょよいしょ、ああ飛べなかった。ボタンの反応が OK。 あ、上になんかあったな。これは落ちる。おお。ダメージ入ってないよね。ちくわブロックってこれ落ちないんだっけ。落ちる。こっちも取れるか。よし、アスレチック増えてきたな。なんだこれ、戦えんのかな。あ、マグメット製造機なのかな。待って、スターが、あ、スターじゃなかった。これ戦える。フンガーだって。フンガーでございます。ラッキー。フンガーを肘ショットで何考えてるのを使います。じゃん、249。恋のエクスプロージョン。何言ってんだよ、怒りを溜めてる。さあ怒らせたら怖そうですね、フンガーさん。さあコインチャレンジしますかね。ヨッシーはどこでしょう。真ん中でございます。
さあ進んでいきましょうね。今のところ隠しブロックないね。なんでだろう。バーレル火山も長いな。てかバーレル火山のどこに向かってんのこれ。おカロン Z。 おー名前、多分魔法じゃないと倒せないんじゃない。これもカロンってそうだったよね。待ってね、何考えてるの。じゃん、俺はいつもどこでも嫌われ者さ。ふっ、ゲージアップ、ガード。じゃあちょっと使ったことなかった聖水使ってみますかね。幽霊を1コレで倒せます。かわいそうだが当たりが出ました。しかもアイテムに聖水が出ると。これはまたフンガーじゃないんだね。ジダンダ、体、体とジダンダがあるの。これどういうこと。アタックアップ。体をまず破壊してみるか。壊れた。体も何考えてるのが。じゃあできたってこと。じゃん。あーもう怒ってる。あら消滅した。体なくなったからかな。一旦だけはちょっと無事でいるけど時間の問題だったみたいな。またフンガーがいる。倒しとこう。フンガーを狙う。瀕死だろう。よし、もうサクサク進みますね。もう最大レベル近いので向かうとこ敵なしで結構長い。本当にどうなってんのこれ。あなんかいる。誰これ。あら見た感じはキノピオ族っぽいんだけど違うんかな。あら足音が聞こえたのは気のせいじゃなかったんですね。私ヒノピオと言います。暑い中ご苦労様です。どうぞお入りください。何何何、ヒノマート。なんかめっちゃ早い。いらっしゃいませ。ここは防具屋でございます。一人で切り盛りしてんだね。ファイアドレス装備するか。燃える女のドレスです。これバッチーパンツの方がやっぱまだまだ上なんだよね。性能が防御と魔法防御は上がったりするけど、ファイヤーパンツだけ買っとくか。マロの装備はしないけど。こっち、はい、宿屋でございます。宿屋かい。止まらない、ごめんね。アイテム屋でございます。まあ全部持ってっからいいか。ありがとうね。後ろ見せて。これなんだろう、スターフォックスとかに出てくるあれかな。この一番左のね、宿屋泊まった方がいいかな。てか宿なんてどこにあんのこれ。ここで寝るわけじゃねえよな。一回寝てみていい。30コイン泊まります。お泊まりですね。わお、すぐに試着しますね。ジリリリリーと。ああすごい寝方してる。疲れ取れねえよ。おはようございます。お目覚めはいかが。しんどいです。やでやでございます。ごめん止まらないよ。もうありがとうね。じゃあ行きましょう。まだ火山は続くのか。出てきたな。おーおーおー、アスレチックだね。ちょっと待ってね。アスレチックだね。よいしょ。な難なくクリア。お、ボス出そう。合体する？ボムになりそうだね。こんなの合体したら。FF のボム。違う。これも出たことあったっけ？なんかヨッシーアイランドかなんかで。カイザードラゴンか。いや、見たことねえか。普通に攻撃しましょう。ミス。肘ショット。ちょっとタイミング。何考えてるの。じゃん。おお結構高いね。燃えてます。まさに今燃えております。どうでしょう、どうでしょうと言われましても。
水蒸気爆発だ。ジーヌやばい。でも普通に攻撃してジーヌ大丈夫か。アイテム使いましょう。せっかくだから足早いドリンク使っちゃいますか。ちょっとジーヌの回復量が足りませんが、まあマロノンじゃあ回復シャワーで回復させてあげましょう。タイミングミスったサンキュー。よいしょ、ナイスガード。なんだちっこいの出た。火山弾、火山弾はでもやっちゃうな多分、何もしなくても。肘打ちで、あれやるか、スターライダーズ行くぜ。三人技もさ、こっちのレベルに応じて攻撃力上がってんのかな。これなんか攻撃力の計算式かなんかあるのかね。あーめっちゃ高いすごい。終わった本当に。これ終わってないのか、それとも噴火しちゃうのか。あら骨骨になった。ドラゴンゾンビ、ドラゴンゾンビですか。これ聖水で終わんじゃね。ちょっとやってみていい。聖水で終わるんじゃねえの。あでも130か。マリオでもあんだけ食らうのか。ちょっと待ってね。何考えてるの。じゃん。おお、HP 高えな。雷も効くね。まだだ、まだ死んじゃいねえよ、おいらは。よっ、OK。よいしょ。マロ頑張って。なんとか耐えて。よし。これで、まあ、ジーナを普通に攻撃しようか。ガードマロは自分を回復シャワーで回復。これのタイミングがいまいち分かってないんだけど、うまくいったな。ガード肥満パタコーラを食らえ。終わった。いやこれ普通に強いんじゃない。私レベル28でもあんだけダメージ食らったんだけど。先に進んで、スターあるかな。あった。こんなところに。これで6つ目でいいんだよね。あら何あら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 、あいつ誰。このスターはもらった。お戦隊ものだ、いただいちゃうのよ。文句は言わせないでごわす。だから諦めてね。じゃあな、あばよ。あれブルーがいない。あれブルーいないの。これ黒だったね最後の。どこ行っちゃったのよ。いた。おいレッド、俺たちちゃんと名乗ったか。ダメよ忘れちゃ。もう一度マリオのところに行くでごわす。あでもでも来てるの。みんな今はちょっとまずい。スターピースを運ぶのが先だ。ひとまず頂上に向かうんだ。あいつら消えることができるんだ。何この BGM かっこいいんだけど。あら落としたでごわす。なんで落としちゃったの。誘われてるような気もする。黒なんだ。どうだい、早いだろ私は。よいしょ。マリオは疲れ知らずだね。いたいた。頂上で戦うのかな。あらミスった。頂上でございます。待てー。レッド、オノホースは今来る。レッド、まだ来ないのか。
もうちょっと待て。レッド、マリオでごわす。わかってる。レッド、まだ？来るぞ。でかー。登場、オノフォース、トー。お、バトルかい。何この真ん中の方が青になってるみたいな、この世の悪の足元読めなかった。人々の心に憎しみと悲しみをもたらし、混沌とした破滅の世界を作るのよ。それが私たちの儚くも美しい理想郷、我らカジオ戦隊オノレンジャー。このスターピースは人々に希望を与える星。こんな物騒なものをお前たちに渡すわけにはいかない。悪役の言うセリフじゃねえな、あのパターンじゃねえな、これは。やってしまいましょうか。まあまずはどうしようかな、グリーンからやるか、それともこの奥のやつは何なの。頭、何投げた。早い。じゃあジーノブラストやるか。ジーノフラッシュやってみるか。くらえ、ジーノフラッシュ。熱いぞ。聞いたかい、爆弾ゴロゴロ。よし、ナイスガード。強い、レッド強い。ちょっと待ろう。よし、大回復。何考えてるの。みんなにやりたいけど、これみんなにやってたらあれだね。じゃん。さあ、しまった、さっきポーズ間違えた。間違えたんかーい。うー、凍っちゃう。じゃあレッドは OK だから、レッド倒しちゃうか。よっ、外した。マロが危ないから、待ってね、マロをウルトラ、いや、スーパーキノコでマロを回復。センキュー。ガード、ガード、しまった、ガード。何、タイミングずらされた。マロ待ってね、何考えてるので、まあ一個ずつやっていくか。イエロー、じゃん、外したかも。みんな一つにまとまってていい感じでごわす。よし、マリオはじゃあ、まあレッドを潰す。レッド、レッド、なんだ、私貧血で倒れそうよ。お前運動不足なんだよ、運動不足。なんだ今の会話は。さあ、じゃあ待ってね、足生えドリンクで、回復しますかね。ドンドン、よし、ガードが、ガード、いや、マロ狙われてんな。痛い。しまった。くっそー、待って、これ入れ替えた方がいいのかな。一回入れ替えます。いや、このままでスキップして、でも、まずいか、これ。一回回復するね。この全員の HP マックス。いや、マックスじゃなくて足早でいいな。いや、でもマロがやばいんだもんな。ウルトラキノコをマロに使ってあげて、よし。やられちゃう。よし、これで、どうしようかな。ジーノはスキップっていうか入れ替えてもいいな。ジーノちょっと入れ替えるか。まずクッパにしようか。よし、いいぞ。でアイテムで入れ替えできちゃうのは楽だね。リグレッシュジュース、マロ戻します。ガード、ガード、回復。ずいぶんあの黒を助けますね、ピンクは。何考えてるの。このグリーン、あれ、あ、グリーンやっちゃったんだもん、そういうこと。ブラック550、レッドのポーズ違ってたよな、いいんかい。
気づいてるやつもいたんだね。じゃあレッド倒す。やったのかな。今ので目が回った。少し休ませてくれ。よいしょ、ガード。このタイミングずらしいあとピンクだけ。何考えてんの。グリーンできなかったのはちょっと悲しいけど。よいしょ。レッドの立ち位置おかしいわねおかしいんだ。じゃああとは倒すだけ。いくぞ、ガード。ブラックが強いんだよね結構。ガード、大回復。まあ、ピンクは残しといてもいいだろう。電撃ビリリ、ズドーン。ヒーローは向こうだ。レッド、レッド、なんだ、買ったばかりのグラサンにひびが入っちまったぜ。だから安物なんか買うなと言っただろうこいつら面白いな。えい、タックル、おお、くらえ。レッド、レッド、なんだ、腹が減って動けないでごわす。さっきカレーを食べただろうが。カレーを、あとピンクだけ。ピンクだけだったらもう何もできねえんじゃね。終わったか。くそ、まさかここまでやるとは。こうなったら最後の手段だ。乗り込むか。レッツフォーメーション、とう。あれあれ、あ、オノフォースだけになったね。了解、フォースセットオン、チャージスタンバイ、オッケー、行くぞ。ビーム打ってくる絶対。ジャスティスブレイカー、ジャスティスブレイカー、アクションコマンド無効だ。やばい、かなり痛いねこれは。まあマリオを回復役にさせる必要もないんだけど、待ってね。足早ドリンクで全員の HP80 回復で、マローのターンで3人技、ビリヒアファイヤービッグボム使っちゃいましょう。あ、しまった、何考えてるの。やればよかったドガーン、弱点、あ、まあそうか、いろんな属性の攻撃だからね。バカな、このオノフォースまでも退けるとは。消えたオノフォースが、うわー、あれが本体だったの、あのでっかいこの戦艦の。経験値引くスター返せよ。やったぜ。さあ残り一つになったんだけど、残りの一つってなんかラスボスが持ってんだっけ。そうだね、あと真ん中だけ。いやー、いよいよ最後ですか。スターピースもとうとう6つ集まった。さてあと1つは一体どこに。敵の本拠地でしょう、もう。まずじゃあマシュマロの国戻りますか。さあ戻っていきます。これってここでいいんだっけ。王様に話聞く感じかい。一応目的地ここになってたっぽかったんだけど、ちょっと待ってね、一回お話聞いてみましょうか。あれ、こんなに距離あったっけここですね。さあさあさあ
この銅像、何かこうこの世界の人じゃないような感じがするわ。気のせいかしら。ああ、そっか、この次の部屋だ、ごめん。この次のどころではなかった。この城こんなに広かったっけ。パパママ、おかえりマロ。お星様は手に入ったの？はい、途中で鍛冶王の鉄車に取られましたが、再び取り返しました。よかったね、これでストーラーダが治る。あらら、どうやらあと一つ残ってるって顔をしてるのね。残る一つ。あら、お星様のありそうなところはクッパ城しかないじゃない。そうなんです、でも橋は壊れていてどうやっても入れないんです。いくらマリオのジャンプでもそれはちょっと届かないだろうな。よし、じゃああれを貸し上げよう。そうね、町の外れから出ているジュゲムバスを使うといいわ。マロもジュゲムバスを使う年頃になったのね。パパも若い頃は。でもジュゲムバスは。そうそう、今整備中なのね。でも大丈夫、マロたちが城を出るまでには間に合うように頼んでおきます。残り一つ、しっかりマリオさんたちのお手伝いをするんですよ。はい、マリオさん行きましょう。 OK なのかい。んじゃこれで、あれ、ジュゲムバスってどっか、あー、お城出て、このお城出んのが長いんだよ。これでじゃあもうクッパ城行けちゃうのか。レベルを最大にまあする必要もねえか。ちょっと待ってね、まだ外出るのに時間かかります。これでお外出て、確かこっちがジュゲムバスだったはず。どうも、ジュゲムバスやっと直りました。運行再開です。マロ王子、クッパ城まで行きたいのですが乗せてもらえないでしょうか。マシュマロ王から話は伺っております。まもなく到着しますので。来ました来ました。おお、ずいぶんでかいジュゲムだなこれ。調子はどうかな。おお、バッチリ治ったね。マロ王子をクッパ城前まで お送りしてくれるかな。お安いご用だ、久々の運転で腕が鳴るぜ。ささ王子、早く乗っておくんなまし。行こうか。シートベルトも何にもないんだね。乗り込み完了、出発進行。いざクッパ城へ。誰も阻む者いないのかな。さあ、ジュゲムバスが見えますかね。キノピオたちなんか飛んで跳ねてるね。到着しちゃった。ああ、ついに帰ってきたぞ。煮えたぎる溶岩の匂い、何もかも皆懐かしい。こんな素晴らしい我が輩の城を横取りした鍛冶王め、首を洗って待ってろ。はーい、というわけでちょっと待ってね、今回これで以上にしたいんだけど、これってどうなるんだろう。あ、つながったわ。 OK ですね。はいはいはい、では今回すいません、以上にさせていただいて、次回ですね、クッパ城ちょっと長くなるかもしれないけど、次回、攻略頑張ってやっていきたいと思います。じゃあきなこ城行って終わるか。いやー、いよいよラストかな。まあでもね、ラスボス倒した後もまだね、ちょっと裏ボスとか、あとなんだっけ、ボスとの再戦とかもあるらしいので、あ、じゃあちょっと時間余ったからあれだな、地図からちょっとやっておこうと思ったの。まあ明らかにもうなんだっけ、これはおまけなので、モンスタウンで、名前なんだっけ、チャッピーじゃなくて、なんかそんなような名前の人がいたよね、これ。あ、ジャッキーだ、ジャッキー。2回ぐらい戦ったんだよ。で、3回目、これがラストっぽいんだよね。で、次本気出すから、みたいなこと言ってたんで、じゃあ戦ってみましょう。待って、編成は。まあ、マリオマロジーノで行くか。じゃあ戦ってみようかな。
やるかい？やる。よっしゃ、ノコヤン、よく見ている。これがジャッキー様の本当の強さだ。どうやらマジで本気出してくるらしいんですが、まあまず全力でね。何？うわ、強すぎ。な、何？何今の。ちょっと待ってね、何考えてるの。やってる暇あるかな。よいしょ。お前の熱き拳この胸に刻んだ強敵と呼ばせてもらおう。一回回復させるか。待ってねマジで言ってんのか。復活ドリンク、サンキュー。根性アップ、参ったな。あんな強さか。これはでも勝負一気に決めた方がいいね。雷ドッカン。あ、これ効かないのか、もしかして。無効だ。しまった。肥満パタコーラだけが頼り。いやー、これ一撃でやられるな次。よし、ガード。うでも入れ替えできちゃうのよね。でもどうしようかな、入れ替えしない方がいいかな。ちょっと入れ替えするね。卑怯と言われるかもしれませんが。危ねえ、ジャッキーの動きが速くなっている。よし、危ねえジャストガードじゃねえと多分勝てないんだろうな、これ。倒した。ふ、見事だ。てんてんてん、参った。参りました。看板をかけた勝負で負けたということは、この道場が破られたということ。今日からはマリオさんを師匠と呼ばせてもらいます。ジャッキー流道場最強のものだけが身につける、これはぜひマリオさんが受け取ってください。ジャッキーベルト、ありがとう。ここもマリオ流道場と名を改め、師匠のようなジャンプを取り入れて心機一転頑張ります。どっか行っちゃったよ。ん、何？よし、のこやん、早速トレーニングだ。千本ジャンプ始め。かわいそう師匠頑張って修行に励んでおります。ジャッキー先生、これで強くなれるんですよね。ごめんな、なんかしまった、マロがめっちゃやられたな。はーい、あ、待って、 M になってる、 J じゃなくてジャッキーベルトってどんな性能だったっけ。ちょっと見てみようね。これだ。攻撃も結構上がるね。防御も上がるし、素早さも上がると。はいはいはい、結構いいんじゃないでしょうか。はい、というわけで、じゃあちょっとね、おまけ挟ませていただきましたが、今回以上にさせていただきます。次回にじゃあクッパ城ね、攻略していきたいと思いますんで、よろしくお願いします。では皆様、ご視聴ありがとうございました。またね。